正融資からのこの審査を厳しくしなきゃいけないっていうことで、竹田塾的にも何名かの方がこうまあ苦戦してますよね。フランチャイズチャンネル、公庫の審査が厳しくなってきた。はい、これね、なんとなくこう感じてて、このチャンネルでも少し話をしましたけど、これはもう確実に変わりましたね。これはもう昨年11月あたりから風向きが変わってきたなと思ってますけど。全ては駿河銀行のせいですか？全ては駿河銀行、かぼちゃの馬車駿河銀行の不正融資によるものですね。だからもう明らかにですね、去年11月ぐらいから2つの現象がまあ起こってて、まあこれまでは引っかかるはずがない人が減額されるとか、あとはちょっと微妙だなっていう人もこれまでは通ってたんですけど、それが NG になるという事例も出てきて、明らかにこれは公庫の方の対応が変わってきました。理由はまあおそらくもう今言ったその不正融資の件が、これは駿河銀行のねあれからの流れで、まあこれは金融庁からの通達もその地方銀行信金なんかにはあったということなんで、要はサラリーマンをしながらも勤めながらの、まずその投資的な事業を行う副業ね、これに対する融資が極めて厳しくなったと思いますね。一緒くたにされてるんだよね、かぼちゃの馬車とね、うん、これはもう一つもちろん、まあ、これもあると思います。理由としてはそろそろ予算がねやっぱりなくなってきてるんだと思います。やはりこのアベノミクス化でこれだけどんどん融資をしましたからね、それもあると思うけど、やっぱりでも一番大きいのは不正融資からのこの審査を厳しくしなきゃいけないっていうことで、竹田塾的にも何名かの方がこうまあ苦戦してますよね。そうなんですよ。まあ完全に融資が出ないっていうこともないけれども、まあ、結果ね、銀行から出たりとかね、うん、ですけど、絶対この人通した方がいいでしょうって人がね出なかったりしてますから、そのもったいないですよね。あとは駿河銀行の問題ではサラリーマン大家が問題になったからって勤めながらの融資が出にくくなりましたよね、うん、これって明らかに勤めててもらった方がお金返せるでしょうっていうね、うん、そういうことだったんですね、うん、だからその方が安定収入があるということで、うん、だったんですけど、そこがもうガラリと変わりましたね。180度変わるからね、うん、逆にやめてやんないと出さないよっていうことっていうのは、これはその多分前の方が良かったんじゃないのと僕は思いますけどね、うん、だから今回も勤めながらその、うん、融資を申請した人が退職したという証明を出してくれと言われてるんでね、うん、そんなのは今までなかったことなんだよね、うん、だからこれは完全に変わってきた。でただそもそもという話をすると、うん、まあ林さんはだからその事態を知らないわけですけど、公庫の趣旨っていうのはそういうやめてやるものを応援するものだったってこと、うん、ともちろんそうだし、うん、あとこんなに通るっていうのはこれは本当にアベノミクスのおかげなんですよ。なるほどね、うん、で本当にね、民主党政権下自体はもう本当 まさしく悪夢よ、うん、僕はちょっとねあれ期待したわけですよ。マニフェストにはね覚えてないけど、マニフェストにはまあ、なんかやっぱ企業を支援するみたいなことは入ったと思う、うん、ドリームゲートみたいなこともやったりね、うん、少しこれは支援してくれるのかと思ったら、いやもうそれこれまで以上に厳しくなって、もう減額の連発ということが起こって、本当にあれはもう悪夢だったんですよ。そこからアベノミクスだということになって、1000万円まではほぼほぼお、まあ、誰でもじゃないけども、まあ、普通の人には1000万円までは企業資金として融資しましょうというふうになってここまで来たんだけど、これはまあある意味ここはハッピーアワーだったのかなという気はしますね。だからそれがまあ終わりつつあるという認識はちょっとこれを聞いている方も持っていただきたいと思います。でじゃあそこからどうなっていくのかっていう話をちょっと次回、はい、